小林まどかイインタビューインタタビビュューーです今回から2回にわたって講演家・コラムニストの中村美幸さんをお迎えします。 中村みゆきさんは1971年長野県昨久生まれ長男の慶太郎くんが生後4ヶ月で小児がんを患い1年の闘病の末1歳4ヶ月で他界1年間に及ぶ小児がん病棟で24時間付き添い看護をしている時に知った愛とは何か命とは何か本当の幸せはどこにあるのかその思いや経験を 講演会、命と心の授業で伝え続けています。口コミだけで広がった命と心の授業は全国で400回を超え、2016年5月、自身の講演会で感銘を受けた人たちによるチーム、幸せの種プロジェクトが結成。また、原作の500日を生きた天使はデジタルコミック漫画として文化社より発行されています。 さてみゆきさんの前編ではこの「ことだまインタビュー」にオファーされた時ご自身が感じられたことをお話しくださったんですが自信がない時に「私の価値はそんなにないと」と自分の価値を自分で決めようとしてしまうでも自分の経験がもしかしたら誰かにとって勇気になるかもしれないから自分一人で勝手に自分の価値が低いものだと決めるものじゃないと感じられたそうなんです。私たち で、一見、有名とか、成功しているっていう人を前にすると、こう、自分と比べて、相手はすごいけど自分は大したことないなって感じてしまいがちですが、本来、本当に人の価値っていうのは同じなんですよね。また、みゆきさんが小さい頃から言われてきたお母様からのある言葉が、どれだけその先の人生に影響を与えてきたかという、そのエピソードを伺うと、 子供に何気なく言う言葉がどれだけ大きな意味を持つのかと感じさせていただきました。それでは最後までお楽しみください。言霊インタビューそれではゲストをご紹介します。本当の幸せを心に届ける講演家の中村美幸さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 実は、この言霊インタビューね、いつも収録するときっていうのは、はいうん、ゲストの方と私だけっていうことが大体多いんですけれども、はい、あの、みゆきさんとね、お会いして、この今までの人生のストーリーっていうのを伺ってたときに、はい、あ、せっかくだったら本当にこう小さな規模でもいいから、うん、なんかこの場を共有してね、私たちのこの直にやりとりを感じていただきたいなっていうふうに思って、はい、で、今回この言霊インタビューで初の、 公開収録という形で、はい、実はの皆さん、こう、シーンとされてますけれど、私たちの前にはね、<laughs> あの、皆さん、こう、ちょっと馬蹄系のような感じで並んでいただいて、見ていただいているんですが、みゆきさんとまずそもそも私の出会いっていうのは、はい、間に共通の友人がいて、はい、で、実はね、ってこういう方がいらっしゃるのって私が紹介されて、その、チラシかなを見せていただいたときに、はい ああ、これは本当にお聞きしたいって思ったんですね。はい。もちろん、その19年前に大切なその息子さんを、うん なくされたっていうね。うんうん、その経験っていうのを、今は皆さんに講演かっていう形で届けているっていうことなんですけれど、はい、それ以上になんかそのみゆきさん自身の、なんかあり方みたいなのも私はすごく、えー、あってちょっと感じるものがあったので、今日はね、はい、なんか無理って、ぜひぜひっていうことだったんですが。はい、はい、ありがとうございます。 すでにその初対面で会う前から、私はあの、ぜひ言霊インタビューによろしくお願いしますって、もうオファー済みだったんですが、はい。実はなんか、すごいドキドキしてたって。もうすでにね、あの、メッセンジャーで、みゆきさん、出演してくださいって、いただいたじゃないですか。すごく嬉しかったと同時に、高野さんのね、初回のゲストね。初回のお話伺ってたんですよね。私も伺って、 あんまりにも感動的で、途中で、もう本当心が震えちゃって、窓ドさんもうもう素晴らしいですって送ったじゃないですか。もうなんか涙が溢れてとかって書いてましたもんね。うもうとにかくこの感情のまま届けなきゃと思って、うん、収まるのを待つんじゃなくて、もう今の気持ちを届けしようと思って、すぐその、聞いてる途中にメッセンジャーを送ったんですよね。えー、それぐらい私にとっては、わあもうこの番組宝だって思ってるその番組に、 もうなんか普通に出演してくださいねって来た時に、すごく嬉しいのと、ちょうど同じぐらいの同僚の恐怖感。もうあの素晴らしい番組を私が出ることで怪我しちゃったらどうするだろうっていう、もうすごい怖さが生まれて、でもこっちはすごく嬉しくて、で、そうなった時に、それまでは、わあ素晴らしい番組も私にとってはこれはもう宝だわって思ってたところから今度、こう矢印が自分に向き出して、 私が怪我しちゃったらどうしようっていうところから、あ、でも、まどかさんとまだ直接お会いしてないから、うん、私のこときっと分かっていないんだ。<laughs> <laughs> うん、だからそんなことが言えるのねっていうところに、えー、なんかこう、無意識に気持ちを落ち着かせようとしていたのか、えー、なんかその恐怖から出れるはずがないよねっていうところにこう、どんどんこう矢印が向いていったんですよね。えー でもほら、お会いした時はね、でも,ものすごい喋ってたじゃないですか。私とにかくその、一切ちょっとで亡くなってしまったね、うん、その、ケイタロウくんの話っていうのも私は本当に直接伺いたいなって思ってたんだけれど、<え>私が質問する前に、みゆきさんがもう全部のストーリーを話してたから、私はありがたいなと思っていろいろ聞かせていただいてたんだけれど。<laughs> あの、私の会っていきなりの爆裂トークにものすごく理由があって。<laughs> 本当爆裂してた、ね、爆裂トークで本当に、 長野から東京に出てくるときにね、東京のお友達にこう言ってたのが、やっぱり私なんかが出るような番組じゃないと思うんだっていうことをお伝えして、で、その後に、私これからね、窓川さんに会いに行くんだけど、私のことを知ってもらって、私これで判断してもらうよって。あ、美由さんのことをそうそう、私のことを全部話して、これでいいのかどうかを窓川さんに判断してもらってくるねって言って長野を出たんですよ。うんうん、へー だから、私も初めからそのつもりだから、待った瞬間に、私はこういう人です、ああいう人です、こんな経験をしてますの、はいはい、プレゼンだったわけですね。そうです、そうです。あの、私は判断してくださいっていうプレゼンだったんです。ええ。それぐらい恐怖心と、自信のなさと、っていうところにいて、でも私がうわーっと話してるときに、まずお母さんが、そうなの、そうなのって、普通にこうやって聞いて、ね、くださってたから、 あ、なんかすごい話聞いてくれるんだと思いながらね。私はほらもう、この番組のまん、うん、前段階で私自身もほら、たくさんね、リサーチできるから、いろいろ伺おうっていう感じで、本当にもう前提でしたからね、<laughs> <う>ゲストにっていうのは。ねだから意識の置いたててと,ところが多分、ね、違うと思うのに置いていて、うん、で、途中でマナカさんがちょっと、うるうるってされたときに、うん、あれ、なんか私の持ってるのと違うぞって。 うん、私は判断してもらうつもりでいて、だからお会いしても、絶対自分からは、言霊インタビュー、出演のことについては言わないって<ー> <laughs> とにかく私を知ってもらって判断してもらおうっていうつもりだったんです。じゃあその、本当にね、みゆきさんのその思いと、私と全然違うじゃないですか。うんうん、私はね、その出る前提で伺おうで。うん、それがなんか、何か気づいた瞬間ってあったんですかじゃああの時。もう私もその、初めは、とにかく私を知ってもらう。うん、で、窓川さんに私を判断してもらうって。 ずっとわーと話をしていて、で、しばらくこう、私がもう一方的にすごく話をして、うん、で、落ち着いた頃にまどかさんが、あ、そうそう、ところであの、ことたまインタビューなんだけどね、ってこの、チラシをね、チラシをね、くださったじゃないですか。はいはい、その時に、あれみたいな。うん、全然そんなつもりなかったのねっていう。 あ、ジャッジをするそうそう、ジャッジをするって、なんか全然なかったんだっていう。はいはい。そこでやっと気づいたんですよ。あの時にあの時に。もうそれまで私はもう自分からは一切言わない。とにかく私を知ってもらって、私でいいのかどうかを見てもらわなきゃって。<ー>っていうぐらいも恐怖感と、自信のなさと、本当に私でいいのかっていう。 ところにね、いたんですね。でもね、うん、そういう恐怖感とか本当自信のなさって、うん、それぞれみんな私たちって持ってますよね。うん、それがたまたまみゆきさんはあのタイミングで、うん、この特にね、本当にこう好きでいてくれてるこの番組だからっていうので、そういう形で出たと思うんですけれど、うんうん 自分と相手を例えばその比べたときに、うん、あ、きっと相手はすごいから、うん、自分なんてみたいな感じで、うんうん、勝手に自分をこう下げちゃって、うん、本当はそんなことないのに、うん、すごいこう相手を見上げるような感じで、もともといるようなときってありますもんね。あります、あります。自分も下げるし、うん、逆にうう相手を上げるし、えー、本当に私その、 小さなに、あの時にはいて、で、チラシを、もう、本当に窓どさん普通に、そうそうそういえば、あの、メッセンジャーでお話ししてあるけど、って、あの、まあ、分かってると思うんだけど、これね、って、普通に渡されて、あ,あ、そうなんだ、って、いただいて、で、私はその後新幹線で長野に帰ったんだけど、その時にすごく考えてね、うん。あ、さんは全然ジャッジするつもりなんかなかったんだって、 で、私はでも判断してもらおうと思っていたって思った時に、今度自分の価値とか、自分の経験してきたことの価値っていうところに今度目が行って、私は自分で自分の価値をこう決めようとしていたというか、私はそんなに価値がないって決めようとしてたんですよね。だけどその時すごく思ったのが、人って 自分の価値って自分だけで決めるものじゃないって、うん、すごくその時に思ってね。うん、だって、私は自分の命を作ったのも私じゃないし、私の魂を作ったのも私じゃないし、経験も私がしたくてしたことではないし、全部本当は与えられたものだった。 それなのに、なんで私が勝手に自分の命の価値や、その経験の価値だったり、魂の価値を、どうして私が決めることできるのって、その時すごく思ったんですよね。<ー>だって、私が、私が価値がないって思っていたとしても、私がいることで、もしかしたら救われる人がいるかもしれないし。い本当にそうだと思いますね。 ねえ、うん、私の経験がさせてもらった経験によって、私は価値がないって思っていたとしても、うん、誰かにとってはそれが勇気になるかもしれないし、うん、だから自分の価値とか、自分がしてきた経験の価値って、自分一人で勝手に決めるものじゃないっていうのを本当あの後感じて、うん、でもそこからもう恐怖とかそういうことじゃない全、全然そういうものではない。だって私だけのものじゃない、命も、 経験も、魂も、自分のものだ、もののように思えるけど、でも本当は私だけのものじゃないって、すごくその時に思って。だからね、私たちが一人一人が本当にそういうふうに感じられたら、うん、周りと比べてどうこうっていうことじゃ、実は全然ね、ない,ないし、ねうん、その人だけでも十分っていう感じになりますもんね。 本当に自信がないときってやっぱり自分で自分の判断して、ジャッジしてし、本当にしちゃう。うん、でも本当は一人で決めるものじゃないんだっていうのを、本当にあの後、わーって心の中から、魂の中から湧いてきて、えー、ね、ふと気がついたら、言霊インタビューのすごく大きなテーマとして、魂の価値はみんな一緒っていうところがあったんですよね。うんうん、じゃあそこにもリンクしたわけですね。リンクしたとの,の経験が。うん、そう。 ええ。あの、そもそもその、みゆきさんはね、うん、まあ、今、長野で、うん、あの、住んでいらっしゃるっていうことなんですけど、はいうん、ご出身、もともと長野県なんですかもともと長野県生まれ、ね、長野県育ち。はい。どういうような、こう、家庭で育てられたんですか私ね、本当ちょっと変わった子だったと思います。変わった子変わった子で、うん、本当に、のほほ <laughs> としているへ<ー>すごく幸せでもすごく困難でもなく、生のれっていう。生のれ本当になんかね、だから特にすごく困難とかっていうことも感じたこともなければ、ものすごくこう、やる気の湧いているような子供でもなく、うん、なんとなく幸せっていうような感じだったんですよね。<ー>っていうのも、あの、 私は二つ目に兄がいるんです。で、うちの父親が、どっちかってとも、男の子は、もう、いっぱい勉強して、もうスポーツもやって、もう頑張れ、みたいな。うんうん、で女の子は、まあまあそこにいればいい、みたいな、どっちかというとそんな、家庭で育ったんですよね。はあえー、だからなんか、のほほんっていう感じだったし、えーえー、あとあの、うちの母親の実家って、あの、母親の兄弟って、 男兄弟の中の女の子一人なんですよ母親が。はいはい。で一人娘の中の私さらに一人娘じゃないですかあの兄なのでね女の子でね。そうそうそうなので私の祖父がもう私をすごく出来あいしてたんです。へえ。もう娘に娘が生まれたって言ってねもうすごく可愛がられてだからねこういとこたくさんいるんですけど。 みゆきちゃんがおじいちゃん家にいるときには行きたくないって言われるぐらい、ああ、かわいい、かわいいっていう感じで育てられてきたんですよね、ええ。はい。ご両親には実際どうだったんですかそうですね。うちの父親はどちらかというと、まあ、厳しかったんだと思うんですけど、でもやっぱり兄と比べると私の方が甘い感じ。ええ、で、母は、これまでずっと勉強も、スポーツも、まあその他諸々もろもろ、何一つとして私は褒められたことがないんですよ。 全く褒められたことがなくて、ただ唯一一つだけ、うちの母親が本当にちっちゃい頃からずっと、それこそ今でも、70過ぎてますけど、うん、今でもずっと言い続けてることがあって、もう食事をしてるときでも、一緒にお風呂入ってるときでも、買い物してるときでも、お散歩に行ってるときでも、いつでも言ってたのが、もうひたすら、ああ、お前がいてくれてよかった。 ご飯を食べてても、ああ、お前がいてくれてよかった。一緒にお風呂入ってても、ああ、お前がいてくれてよかった。でもずっと言われてると、もうなんかこう、ずっと、なんていうんですか、こう、抜けてっちゃうっていうか、当たり前だからね。当たり前だからね。いつも怒られて初めてそれ言われたらわーって思うけど。ね。ずっと言われてるから、もう、私は当たり前のようにそれをずっと聞き続けてきてたんですよね。でも、大人になってきて、 本当な、困難に当たった時とか、すごく自信がなくなった時に、もちろんね、ガタガタガタって崩れるんですけど、うん、でも、根こそぎこう、うん、抜かれちゃうことが今までなかったんです。うん、どんなに困難なことがあっても、うん、こ根こそぎ、本当にこう、崩れちゃうっていうことがなくて、うん、必ず踏ん張ることができてたんですよね。で、ある時に、 ま、その、ケイダロが病気になった時もそうだし、亡くなった時もそうだったんだけど、そういうすごく困難な時に、必ず聞こえてきたのがその母の声でした。お前がいてくれてよかった。本当にそれがね、私の足元をコンクリートのようにこう、愛で固めてくれてたんだっていうことが分かりました。じゃあ、それはその、そういう困難に、うん 当たった時だから気づけた、うん。気づけた。そうじゃなければね、全く気づかなくて。うん、当たり前すぎちゃってね。当たり前すぎちゃって。うん、本当にだってもうね、ケイタロがもう癌になってしまったなんて聞いた時には、どうなるんだろうって。もう自分でも生きていける自信すらなかった。うん、でも、本当に自分がそこまでにならなかったのって、 常に母がお前がいてくれて本当によかったっていうことも常に聞こえていて。うん、で、子供がね、その、がんになった時には、結局、どこにも責めることができないし、誰かのせいにもできないし、どこにもこうそれをこう向けるところがない時って自分のところに向けるしかないんですよね。よね私のせいだ母としてね。母として、私が健康に産んであげられなかったんだ。 私が今まできっと何かまずいことをしちゃったんだって、ずっとこう自分を責めていた。でもその時に母が、ああ、お前がいてくれてよかったって言われた時に、ああ、そうだ、私はいていいんだって、本当に根底のところを支えてくれていたんですよね。ね, <laughs> ねえ。ねえ、当でもその小さい時に、あの、ほら、結構、 ふんわりした子供だったっていうふうに言ってたけれど、はいうん、例えば将来の夢は何とかって言って、うん、なんかこうみゆきさんってなんかあったりしたのそれがね、みんなはいっぱいあったの。当時スチューバーレスランとかね、学校の先生とかあったんだけど、私小学校の高学年からずっとなりたい職業が何もなくてね、なんでないんだろうって、私夢がないのかな。もっと勉強ができれば、夢とか、 そういうもの持てるのかなって思ってたんだけど、いくら考えてもなりたいものってお母さんしかなかった。えー、お嫁さんとかお母さんとか。えー、本当にそれしか書いたことがなくて。だから当時は、あなんか私は夢がない子供なのかもしれないって思っていて、うん、あの、ずっとそうだってお母さんになりたいって、えー。だからね、その後編で改めてじっくり伺いたいんですけど、 お母さんになることが夢っていうぐらいお母さんになりたくて、うん、実際そのお母さんになった時は夢が叶ったわけですよね。はっきり思いました。生まれて、うん、本当に私のところに慶太郎が来た時に、あ、うん、私本当にこれになりたかった。<ー>他のものになれないからじゃなくって、私本当にお母さんになりたかったんだって。<ー>うん、それがごまかしでもなくね、うん、あの、自信がないからでもなく、 私は本当にこれを追い求めてたんだっていうのが、うん、もうはっきりあの時に分かりましたね。ああ、そう。うん、だからそれぐらいそのお母さんになることっていうのも小さい時から、夢としてあったわけで、うん、で、その夢を叶えて、啓、うん、太郎くんが自分のとこにやってきてくれて、小人癌だっていうふうに、申告を受けたのはいくつぐらいだったんでしたっけ生後4ヶ月です。4ヶ月か。1年間は病気との、 戦いだったわけでですすよねね、うん、そう,ですねうんだからねその、その当時がどれだけのものだったかって思うと、えーでね、同じようにその,その当時のみゆきさんみたいな状態が、うん、今あの感じてる方っていうのもたくさんいらっしゃると思うの。うん、その同じような立場でね。うんうん、だからその後編っていうのは、うん、その時に何を感じて、えー、どんなことを実際に学んだりして、うん、でその経験から その、どういうことをみんなに伝えたいっていう、こう、思いがあるかっていう、そのあたりをね、はい。ちょっと中心に伺おうと思いますので、はい、えー。後編もぜひよろしくお願いいたします。はい。お願いします。えー、ということで、この番組、不定期での配信となりますので、えー、登録ボタンもしくは、購読ボタンをクリックしていただくと、次回以降の配信が自動で届けられます。えー、ということで、中村美幸さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。